えー、こんにちは。吉田さん。猿の惑星の第1作のラストシーン。衝撃的だったですね。私ね、原作も見たんですけども、まず映画の方っていうのは、主人公のテイラーがある未知の惑星に行って、いろんな旅をするんですよね。で、ラストシーンで、まあ、この星でしょうがない。生きていこうか。まあ、地球も、ちょっとね、未練はあるけれどみたいな感じで歩いていくと、自由の女神像がそこで突き刺さってたんですよね。で、ラストシーンでわかるんですよ。あ、ここ地球だったんだと。 宇宙をぐるぐるる回って、私は何百年先の地球かわからないけども私が旅立った後の地球未来の地球にたどり着いたんだあそうか人間はやっちまったんだ俺が旅立った後、核戦争で滅ぼしちゃって人間がいなくなったところに猿が文明を受け継いだんだそういうことだったのかバカ者が人間のバカ者がみたいな。 結局人間は賢いつもりで知恵を積み重ねてその積み重ねた知恵で愚かさから自らを滅ぼしてしまったのかっていうことだったんですね。そしてみみんんなな地獄に落ちろみたいな感じででラストシーンを飾るんですよね。余談ですけども第2作はその「覚醒創の頃地球」でまた主人公のテイラーがさまようんですけども猿、えー、と生き残った人間が戦争を始めるんですよね。で最終的に 残った核ミサイルが爆発して、今度こそ本当に地球上の文明はすべて根絶やになってしまうというストーリーでしたね。まあ、ですので、私たちは過去を積み重ねて未来を作っていくんですけども、その結末がね、こんな皮肉なものになるとはね。でも、それは私たちの人生そのものを表しているんじゃないかなと思うんですよね。それでは。